今週の掲載順を見て中堅が育ちそうで涙を隠せない読者の反応集。ではどうぞ。今週は結構いい感じじゃないか。全体的に層が散らばってていい感じになってると思うんだけどどうだ。直近考えたらかなり見れる掲載順にはなったな。ただやっぱり黄金期に比べたら何これ感はあるから、まだまだ頑張ってもらわないといけないね。ロボコ関東から青の箱ワンピースひまてん、坂本、清くんアンデラ呪術回戦アカネウィッチ。ヌエニゲ上手よ桜山頂純キル青。アストロサイクルネクロ魔妖怪ルリドラゴン。中堅とかジャンプの柱が育ちきる前にどんどん有望株がいなくなっていってる感じがする。今マジで有望なの坂本とアオハコ、カブラくらいか。売れてる部数で言うならアンデラとかその辺も入ってくると思うけどな。まあでもワンピと呪術だけでジャンプを支えるのは限界あると思うから後輩たちに頑張ってほしいね。みんなが危機感を抱いてるのがちょっとよくわからん。まだまだ全然何も問題ないだろ。見てて飽きたなーって思うこともないし、ずっと質が高いイメージだけどな。青の箱マジで順位高すぎだろ。どうなってんだ。スポーツとラブコメの2つの柱を抱えながら成功させるのすごすぎんか。笑っちゃったわ。青の箱はずっと面白い。キャラデザで結構いろいろ言われることもあるけど、この作品はアニメ化でさらにブーストがかかるんだろうなと思ってる。今週の青の箱の話は久しぶりの日常回って感じですごく良かった。こういう回もこの先ちょくちょく増やしていってくれたらめちゃくちゃ嬉しいな。ワンピースが連載されてる週は安定感というか、読んでる時の満足度が本誌全体を通してやっぱり高い気がするから、ジャンプに必要な存在なんだなって。ワンピースを追ってるファン目線からしたら最近はほぼ2週間に1回の連載で、輪も引っ張りすぎで進行が遅いってなったらちょっとなぁ、どうしても間延び感を感じてしまう。ワンピのアニメって結構いろいろシーン伸ばしたりして引っ張るイメージあったけど、ここ最近の原作見てたら、あの間延びは原作譲りなんだって妙に納得したわ。呪術もだんだんクライマックスに向かってきてるんだろうけど、少な倒して終了ならもうすぐ終了ですってヒロアカみたいにカウントダウン入るだろうし、まだ続くってことなのかな。少な倒して終わりってわけではないと思うぞ。まだ残してる伏線とか解決しないといけない問題は山積みだから、今年中に終わるのも厳しいんじゃないかと思う。作者急病多いしな。呪術の順位もいい感じのところキープしてて、なんか看板作品たちが後輩たちを持ち上げて支えてるみたいに見えて嬉しいんだよな。この調子で他作品も頑張ってほしい。ニセ恋と僕弁の後釜と名高い暇天の庭を読んだけど、正直まだ王道の枠から出切ってないせいで評価しづらいなってのが個人的な感想だな。4話以降に期待大って感じだわ。話で言動から家政婦が同世代だと分かってるのに、なんで秘密を多言するなって言ってんだ。それならコスメとか興味なさそうなおばちゃんを雇えよ。1話での先生の行動もそうだけど、うんってなる箇所が多いな。3話くらいまでは王道中の王道、使い古されたテンプレート展開なの目に見えてるから、4話ぐらいから本番だろ。ジャンプでそれやる猶予ないと思うけど、これまでずっと買いにいたカグラバチがここ最近ガンガン順位上げてきてるの本当に嬉しいし、センターカラーもひゆきさんと千尋で死ぬほど格好良かったわ。3巻が超大ヒット発売中って書いてるから、マジでカグラバチが未来の看板になるだろうな。今のジャンプマジで魔境だから、このまま支え続けてくれ。シンプルに40話でここまで売れてる漫画直近でなさすぎたから、めちゃくちゃ新鮮な感じするな。このまま売れてほしいけど、期待値上がってる読者のせいで潰れないでほしいなとも思う。アンデラがアニメ効果そこまで出なかったけど、このガオ周囲にいてくれるのがめちゃくちゃ嬉しいんだよな。今週もフーコとタチアナの絡みに号泣してしまった。私はアンデラのアニメから入って原作速攻全部買って本誌で読んでて追いついた人なんですけど、本当に面白いなんでこの作品が評価されてないの。
ってずっと思ってる。アンデラはちょっとだけ話が難しくて、ついてけないって人が最初の方でいたのが問題かな。否定能力の仕組みを理解できずには慣れた人が最初に結構いる印象だった。アカネしかここ最近読むものないんだけど、マジでこの神作品について真剣に語り合える人が欲しいんだけど、どうしよう。マジでこの順位にいるの納得できない。毎回一番上にいてほしい。アカネに関しては、中堅上位でジャンプの芯を支えるポジションって感じがするから、この順位だったとしても全然安心感あるんだよな。何の心配もない感じする。アカネはちょっと前にいろいろ作品が集結してた時代の直撃の相馬みたいなポジションの作品だと思ってる。安定感あって、箸休めで読んでも全く問題ない感じ。かぐらバチに埋もれてるけど、ヌエもかなりいい線いってるよな。どのくらい今人気あるのかわからんけど、作画のレベルもめちゃくちゃ上がってるし、ジャンプっぽい見開きも読みやすくて好き。マジで今のギャグ漫画ゴリ押しみたいな新連載の連続でカグラとかヌエが危険区域に行きそうで不安だったけど、まあ見事にこけてるからヌエたちは一旦大丈夫そうです。ヌエとカグラはこっからよほどいい作品が飛び出してこない限りは安全圏に入ったと思っていいと思う。実際結構ネットでも評判だしな。マジで夜桜さん終わっちゃうのかな。こないだまでがお趣味だったけど、ここ最近ちょっと順位落とし気味で気になってる。ここから面白そうだからもっと見たい。夜桜はアニメもあったし大丈夫だと思う。あそこから結構ファン増えたっぽいし、クライマックスだからここから打ち切りって判断をすることはないと思うな。まあでもそれなりに長いこと続いてた作品だからこそこのまま終わらせちゃうのはもったいない気もするけどね。それぞれの兄弟の対決も3、4話って考えたらもう終わりか。新編集長になって始まったギャグ漫画4つくらいがまあ見事に最下位の位置を占めてるのほんまくさ。なんでそんな奴が編集長になれるんや。明らかに浮いてる作品ばっかりだったし、まあそうなるだろうなって思ったけど、ちゃんと読者の意見が反映されてるようで安心。ネクロマの打ち切りだけはちょっと納得できないけどな。アストロ、ネクロマ、サイクル、妖怪バスター、始まった時からまあ終わるだろうなって思ってたけど、ちゃんと地獄みたいな状況になってて笑うわ。めちゃくちゃ気持ちいいな。まあ可愛らしいけど突出した魅力までいかない絵にベッタベタのラブコメ。箸休めにはいい気がするけど生き残れるのかな。このままだとあれだ嫌いじゃないけどアンケ出すほどじゃないなって評価のままズルズル打ち切られるタイプの漫画になるぞ。びっくりするぐらいに予想外の展開が皆無。正直ラブコメは変なことされるよりは多少古典でも王道取ってほしいので自分は満足。不快なキャラはいないし絵も見やすいから全然読みやすい。知らない掃除テクとかもっと紹介してほしいな。もうちょっとしっかり見せてほしい。ケツ出してるけどあんま嬉しいケツじゃなかった。これならサイクルのおっぱいの方が良かった。むしろラブコメ系ってトップすぎることしたら楽に潰れるイメージあるから序盤は王道でもいいでしょ。あまりこだわりを感じないケツだな。せめて散っていったルイルイ山繰り返しに習って性癖をぶちかましてほしいね。最近いろんな意味でフットが流行りだから人は真似回って正直なの新鮮に感じた。細かい点で言えば、主人公が俺を舐めてるのは変わってねえなと思ってるけど、まあ主人公も主人公で割と相手と仕事のこと舐めてるよなって部分はちょくちょくある。というか女子に限らず他人の家での仕事なのに不用意な点多いし本当に家事代行やってたのかと思わなくもない。まあ知人紹介の家ばかりだったんだろうけど、あくまで細かい点だしラブコメのお約束よと言われれば無視できる範囲だけど、まあ面白くはないからな。先週予想された通りの気概ラッキースケできたな。ライトがそれなんだろうけど、もっと具体的なのを1コマ2コマあった方が重みあるよね。こういうので良いんだよ。こういうので良いわ。お箱とそうかぶらなきゃいいわけやし。メガネもいいね。いいのだ。ジャンプのラブコメはこれでいいのだ。なん
かパンツが悪いわけじゃないけど、普通にヒロインを好きになりたい。正直まだそんな好感度上がってないし、この二人尊いとかもないから、あっパンツですねってなっちゃった。せっかくのパンツなのに。こうして見るともっとがっつりエロコメしようぜって思いも出てくるな。あんたほどの国王が言うなら、これが平成の余熱ってやつか。以前の家事代行料は母親の友達の家の掃除中心っぽかったしな。友人の息子に頼むわけだし、割とあっち側から環境整えてくれてたところもあったんじゃない。そういう絵柄なんだとは思うけど、赤面っぽい顔多すぎてメリハリ感じないのが残念だな。せっかくの可愛いテレ顔がインパクト薄くなってる感じ。あれでもなんかよく見たら小ぶりにもきっとした質感は出てる気がする。しかみケツなのか。ラブコメは内容動向より絵が命だからな。素人絵描き連中がこぞって真似して描き出すぐらいのインパクトがないと辛い。アニマンで生き生きしてるジジイ連中にはテンプレすぎるけど、今の10代くらいの若い子には一夜まで回って新鮮という可能性があるのかもしれない。ベタベタ古典王道なのは置いといて、主人公もヒロインもまだなんかそんなに可愛く見えない。ラブコメはとにかく早めに登場人物を好きになりたいんだけどな。みんな自分でちょっとよぎったけど意識的に言わなかったであろうことを突きつけるのやめろ。王道というよりテンプレという感じの方が強くて、いまいち目新しさもなくオリジナリティもない。小野先生ありがとう。毎週アンケ送ります。ベタベタというが、最近同じような話はバッと思いつかないし、一夜まで回って新鮮では。親の顔より見たテンプレお色気展開だ。すっぴんの方が良くない？少なくとも能力バトルものでテンプレやってるよりは生き残りやすいと思うぞ。主人公もヒロインも無駄に性格尖ってないから読みやすいし、家庭的な男とか自壊滅的な女ってもはやテンプレだから、それ一本はなかなか厳しいと思う。お色気路線で行くのかな。エッチ穴か。この曲線はさっと出せるものじゃないよ。僕勤務も完結して3年くらい経ってるのか。悪く見れば起伏がなくてつまらないってなりかねないし、まあ今後に期待だな。玉城団みたいなイカれた主人公が見たいし、誠凛みたいにガが強いヒロインが見たいんだけど、頼むわ。庭でそんなイカれたやつ来られても反応に困るわ。ちょっとネット読者層にはアンケがどうなるか予想できないな。少年読者に果たして刺さるのかどうか反映を待つしかなさそうだ。まさかの紫炸裂かよ。熱いな。絶対失敗すると思ってたのに成功するんかい。乙骨が領域内でダウンみたいなゴミ展開になるんだろうなって思ってたから、マジでよかったわ。まさかの普通に紫成功しててよかった。本当に安心した。芥見先生マジで売れる漫画家なだけあって、散々いろいろと文句言われてるけど、展開作るの上手すぎて考察班が機能してないんだよな。考察系がどうかはわからんけど、いい意味でも悪い意味でも読者が望んでる展開とは違う展開でアプローチをかけるのが上手いなってのはある。売れる理由もそこにあるんだろうな。成功したのは嬉しいんだけど、少なにもこの程度のダメージか。やっぱ本家とは比べ物にならないくらいしょぼい紫なんだな。五条先生がすごいのか、乙骨がしょぼいのか、どっちだこれ。まあ栄翔しっかりあって、五条の栄翔省略の紫と大体は同じくらいの出力になってるんじゃないかなって思うけど、どうなんだろうね。乙骨も十分やってるし、五条先生がすごかっただけだと思うよ。五条がすごいのは先週でわかったから、乙骨がしょぼいわけじゃない。ただやっぱり乙骨の呪術センスは高いんだなと思ったわ。普段からコピーしてるからなんだろうけど、すごいよね。この3人の飛び込んでるシーンめちゃくちゃかっけえやんけ。こういうシーンのフィギュアとかあったら結構ワクワクするタイプだから、このシーンのフィギュア出してほしい。なんか現状集めれる最強メンツが一気に集合して戦ってるみたいな、ワクワクするシーンだよな。こういう全員が倒しに行くぞって向かってる感じめちゃくちゃいい。特に五条の戦闘シーンは基本的に五条が一人で片付けることが多かったから、
京都って感じじゃなかったもんな。その辺が乙骨だと京都になるからめっちゃ新鮮だわ。何度でも紫を叩き込めって言ってもそんな連続して出せるもんなんか。青で失敗してて焼いてたのに紫になるともっと難しいもんじゃないの。まあ領域内で紫を出すためのためをやってたら怠慢だから宿儺に邪魔されちゃってたけど、東堂とか虎杖がいればその辺は防げるしな。あとは成功させればいいだけ。そもそも赤は普段から反転術式使ってるし、五条もできないアウトプットまで使えるから感覚でできるんだろうなと思ったから、それ考えたら普通に紫連発はいけるんじゃね。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になった人気の漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。